お互いの釣りを見て攻略パターンを探ろうと2人は愛知県巴川に立った。トーナメンターならではの技と基本を教えてくれる。9月の中旬ということで、そうですね、島さんと初めてなんですよ。そう、こうやって2つでやるのは ね、うん、はい、で、はい、天然河川、うん、やっぱりこの時期はやっぱ天然河川が一番硬いかなと思いますね。これ何時間ですか？愛知県のですね、巴川。あ、巴川、はい、はいはいはい。今年も結構途上があるみたいで、はい、結構川も、はい、はんでる状況があるんでね、期待できるかなと思いますけどね。小さい感じで。そうですね、やっぱり天然っていうとやっぱ極端な大きさはなくて、やっぱこのサイズ、はい、はい、かなと思いますね。わかりました。なら今日どういうとこをね、攻めていこうかなってちょっと私もわからないんですけど、どういうとこがいいんですか？比較的やっぱり、まあ、朝一番とかはやっぱり追、はい、的な部分がある、悪いところもあるんで、はい、やっぱり少しこう波池があるところ、はいはいはい、の部分とかですね。まあ、あとはやっぱりここの巴川ちょっとやっぱ癖があるっていうのは、はい、まず一つ、まあ、養殖をなかなか追わないところ、あ、ちょっと養殖側の泳ぎが悪くなると、はい、もう天然は、追うという段階を取らないんで。あ、そうですか。やっぱ朝一はできるだけおとりの、養殖の泳ぎ、はい、キープしてあげて、はい、天然取れてからはどんどん攻めていってもらうと。わかりました。まあでも、はい、いろんな河川あるんでね、そのやっぱりそ癖ってありますよね。そう、やっぱそれが理解してるかしてないかでやっぱ数もだいぶ違ってくるので。そうですよね、はい。まあトーナメントでも朝一いきなり変わるか変わらないかで ね、だいぶ違いますね。超が変わってくるからね。ね、やっぱり、はい、注意してもらって、ね、やるとまた、はい、釣りがだいぶ良くなってくるかな。はい、それとね、今日なんですけど、はい、私がね、本当大好きと言っていい仕掛けで、はい、天井糸からもう酒針までついてる仕掛け、もう竿さえ持ってこれば釣れるような、そうで、このセットと針よく釣ってるパターンですね、うん、でこれを買ってもらったらもうあいつりできますよっていう、ものすごくやっぱりね、私友釣りを簡単にしたいと思って、いつも思ってる。私が使うのはね、この SR の45っていうこのパターンですね。このパターンでね、今年も200釣ったんですよ。相当すごいじゃないですか、この仕掛け。ワンセットですよ。だから、まあ、フロロ、ナイロン、ね、金属、単線と複合といろいろありますけど、うん、はい、ちょっとね、一回島さんに、ずっと複合みたいなんで、あ、これ一回、はい、ぜひ使ってみてくださいよ。じゃあ、この完全仕掛けで、頑張って、捨てみますわ。めっちゃ釣れますよというとこ。了解。はい。はい、うん、で、まあ、針の方もね、はい、まあ、マイクロ X、スティングとか、まあ、一角とかね、今日は島さん大体一角が多いんですか？そう、一角のね、はい、出来合いの針は忍ばしてあるんですわ。おお、あ、まあこういうパターンですね。そう、やっぱり今のね、こういう出来合いの針、はい、すごくやっぱ出来がいいもんで、いいですよね、はい、ね、結構やっぱこういう針巻くのにもやっぱり大変やと思いますからね。こういうの買われて、こういう完全仕掛け、はい、これであとは、川行かれれば、ね、高橋君みたいにたくさん釣れる。まあ、こういった市販の仕掛けでも、どういったアクションで、かけられるか、またどういった誘いができるかっていう、うん、ちょっとそういうのはまた見せられたらいいかなと思います。そうですね、はい、今日の釣りで入れれればいいかなと思いますね、はい、はい、それでね、島さん、今先ほどの橋より、まあ、紙のね、その背方を狙おうということでこっち来たんですけど、はい、狙うポイントがやっぱりこう波池ですか？そうですね、やっぱりあんまり鏡状のところよりかは無難に波池のところから、はい、確実に取っていければと思いますし、石も意外と波池の裏側は綺麗な状況なんで、まあ、ね、養殖からすぐ帰れれば、あとはいろんな状況の場所、まあ、鏡とか、はい、で攻めていきたいなとは思いますけどね。いや、んでね、私たちが基本的にまあね、こういうとこをパッと見ればね、大体ナイロン紙で泳がすのがね、うん、普通かなと思うんですよ。そうだね。ね、うん、それがまあ無難かなと思ってね、私らいつもナイロン糸でやってしまうんですけど、そこをあえてね、その金属糸でまたソリッドでね、はい、やられるっていうまた違った点がね、うん、ちょっといろいろまた解説しながら。そうですね。その部分、ね、まあ養殖から天然に変わってから、はい、またいろんなパターンができれば、そうですね。またいろいろ突っ込んでもらって、はい、はい。上がチューブラ穂先で、下がソリッド穂先。20g の重り負荷でこんなに曲がりが違う。つまり感度とおとりの操作性が変わるということだ。高橋はおとりの泳ぎがいい伸びのあるナイロン水中糸を多用するので、
中ブラ穂先が持つ高い感度が不可欠だという。それはソリッド穂先との組み合わせでは絶対的な感度が不足し、流れのあるポイントではその差が大きく出るからだ。またおとりを自分の思い通りに操作できるメリットも大きいという。一方シマはメタル水中糸を使い、常にテンションをかけて誘う釣りなので、ソリッド穂先の適度なクッション性が必要だという。流れに応じてソリッド部分の曲がり幅を変えることで、おとりに予想外の動きが出せるため、中ブラ穂先を用いた普通の操作では釣れない鮎がかかるからだ。こういう大和製のような感じになっても、そのソリッドがこう軽く曲がる感じがいいですよね。そうね、やっぱりチューブラだとちょっとダイレクトな部分、そうなんですよ、ドドっていく感じですけど、ソリッドはやっぱふわふわという感じっていうのがやっぱり一つの特徴かなと思いますけど、やっぱり従来皆さん多分チューブラの感触がやっぱりね、竿という段階の部分になると思うんで、やっぱりどうしてもソリッドという部分に関しては柔らかいイメージは多分第一印象多いと思うんですけどね。こまめなポイント移動っていうのもやっぱり必要かもしれんね。ああね、うん、これはやっぱり石の頭、そう石の頭、やっぱ比較的あのねあれやと思いますけど、いい感じに泳いでますね、テンション上がって、そうやっぱ穂先が曲がっとる状況で、はい、目印にはよく出とる。お、なんか今割れたんじゃないの、意外と動いて今みたいな感じ。ああなるほどね、うん、やっぱこうね、追い気があるという段階に関してやっぱりよう目印にも出てくるというのはやっぱね、皆さん分かって見えるところもあると思いますけどね。本当この水中ってものすごく覆われてるんですよね、実際はやっぱり ね、うん、分からないだけで、うん、やっぱこういうイメージもやっぱ大切かなと思いますけどね。もうかかりそうじゃないですか、もう追い気満々、あとはおとりがどういう動きをするかという段階っていうのは僕の釣りの一つ の、まあ、あの釣り方のパターンの考えにもあるんですけどね。うわ今すごかったね、ねえもうかかってるんじゃないの、あれかかってもおかしくない状況ですけどやっぱタイミングっていうのがね、あ実際やっぱ皆さんこれ以上に多分もっとタイミングが出てると思いますわ、ね、今もちょっと本当ねえ針本当触ってるぐらい、触ってるぐらい、うん、これでも針巣の長さもやっぱ関係しますよね。やっぱねその辺の分に関してはやっぱ大池の段階でのやっぱ違いもあると思うし、やっぱ今みたいにちょっとテンションかけて動きを強調してあげると意外とね、ノアイも反応してくるかなとは思うけど、そう、ね、やっぱり普通に泳いでるだけではノアイもあんま反応しないんですね。やっぱその辺のパターンでやっぱ河川河川によってもやっぱ多少違いはあるかもしれんけど、ね、ああ海産子さんもね、うん、人工さんっていろいろある、おお何がどうした感じっていうのはね、やっぱ動きっていうのは一つ大切な部分はあるからね。やっぱ一匹目っていうのは大切やもんで、慎重に一歩二歩下がって、そう今さっきみたいな状況で、まあ、しつこく、まあ、最初はまあ目印こんな感じで入れてる状況から、多分最終的にはもう垂直ぐらいまで、まあ、この状況の、まあ糸の角度からまあ竿のテンションを変えることによって、一つの場所で、おとりの動きがかなり変わるという段階ということはですね、やっぱノアイ的な部分の反応もどれかで反応すればやっぱり釣れるという段階があるんで、場所、こういう流れがあるところでは、まあ、意外とこういう寝かした状況というパターンじゃなくてですね、おとりの状態によってはもう立てるぐらい、まあ、垂直の、糸の角度という部分、なおかつそれに、穂先のテンションが加われば、また動き変化っていうのがかなり変わってくるんで、ノアイの反応もまた変わってくるかなと思いますね。まあ、僕的な部分の釣りのパターンは、まあ、こういうこうだからまあこういう釣りというだけじゃなくてですね、まあ、一番重要視する部分はやっぱりおとりの元気の度合い、元気の度合いで、まあ、とにかく元気であれば、まあ、流れの強いところでも竿を立てた状況で釣る、弱ったら弱ったで、まあ寝かして釣る、やっぱり一番大切なのはやっぱおとりの元気な状況がやっぱ一番大切だと思うんで、まあ、その状況をいかに利用して釣れるかという部分、
だからまあセオリーでまあ背は引く、まあトロは泳がせるという状況じゃなくて、トロでも引く、背では泳がせる、まあ極端な話逆パターンの状況もな、僕的なパターンの一つとしてやってるんで、まあ意外とその逆パターンも釣れるという段階は多く出てくると思うんで、やられるとですね意外と釣れちゃうという部分もあるんで、まあ釣り方のセオリーにこだわらずにですね、おとりな状態を考えながら、そういう狙われる場所でいろいろやってもらうのもいいかなと思います。やっぱり、チューブラーの状況で、ぐいぐい引こうと思うとやっぱり、多少無理が出るんですけど、ソリトの場合はやっぱり、下がる部分も先の状況で吸収してくれる部分、意外と、引きやすい、またついてきやすいっていうか、ついてこさせやすいという部分も利点があるんで、あとはまあ柔軟な状況での動き幅っていうのはやっぱりだいぶ変わってくるかなと思いますね。まあ、動くってことはやっぱりノアユにも刺激があるという段階。これ今この黒い、囲まれた石の中にですね、何匹かいる状況が、見えるんですけど、まあやっぱり、いる魚見る限りじっとしている魚っていうのは少ないですよね。ってことはやっぱりおとりも常に動いてなきゃいけない、泳いでなきゃいけない、元気じゃけない。ないけないという部分にプラスアルファの動きを加えてやることによって、まあより自然体の状況の中の別の自然体の動きっていう部分が生まれるという段階からノアユを反応させるという段階の一つのパターンになると思うんで、これね、やっぱ草木を使って動きをとにかく作ってるんですわ。やっぱりこれ違うんですよね、うん、動きが。そうすごいね今やっぱ反応的な部分、こうやっぱりオッポをシュッとこう上げた時とか、そういった時が一番やっぱり反応してるみたいな、ね、反応するんですね、うん、すごいな、こんだけ違いがやっぱあるんだ。でもやっぱここが分からんところの分、やっぱねなかなか動かすことはなかなか難しいという部分はあるけど、やっぱ動かすことにもやっぱ利点があるという部分。はいはいはい、ものすごくやっぱりの愛が反応しますよ ね反応してる部分で、もうね、僕らの本当チューブラの穂先だったら、もう本当もう素通りして全然ここの鮎が、まあ、ワンチャンスというかね、そういう感じになってしまうと思うんですよ。うん、ね、やっぱ今みたいな状況、最初はねすごかったけど ね、うん、こうね今、おとりの後ろについて、追って、おー、かかりましたよ。今みたいにですね、見ながら結構今追ってる状況は確認できたんで、釣りを見ながら釣るのも一つの手ってことは、必然的に、おとりの動きは、作らざるを得ないという。来ましたよ。今もう、逃げていく状況から目印がギュッと入っちゃったんであれですけど、おお、黄色いよ。ちょっとかかりどころは悪い。私は基本的にね、やっぱりナイロン系の釣りがものすごく好きなんですよね。で、まあ複合ラインと、金属っていろいろありますけど、まあこのぐらいの流れならば、ナイロンの175で15でもいいですけどね、あのちょっと石が気持ち大きな石が入ってるんで、まあ釣れると怖いかなと思って、まあちょっと太くです、ワンランク太くです。それでまあ4本ですね、4本イカリ、まあ、とりあえず、まあ、鮎の大きさもありますけど、まあ、マイクロ X と、まあ、スティングってありますけど、まあ、マイクロ X からちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、この針非常に好きなんで。
でこれ非常に便利なんですよね。あのこういうパックに入ってますから、このままボソッと入れれるんでね。若干ハリスを短めなんですけど、私自体はちょっと今回長め、マーカー一つよりちょっと後ろぐらいで行こうかなと思います。これですね、こういった感じの仕掛けになります。今の状況の部分、背の中だとやはり少し張り気味の状況ですか。今そうですね、今張り気味で、まあ、ちょっと動けようっていう指示で、ね、うまい具合に、ええ、これはやっぱ竿よりかは糸で動け。そうです、そうです。僕は基本的に穂先は効かさない釣りをメインにしてるんで、うん、おだからあんな感じでね、ああいう感じでかかると、うん、極力その自然な感じ、泳ぎ的な部分はですね、それをまあ目指してやります。やっぱり動き的な部分っていうのはやっぱ大切っていう。そうです ね、うん、あんまりその小先でバンバン効かして上流に上げるんじゃなしに、極力その自然体で、行きたいなって。あとはその糸の付け具合でこう小鳥が動いてくれれば。そうですね、今だから目印を一つつける感じでね、大体いつも泳がすときはやるんで、やっぱり信号的な分は泳ぎが悪ければ目印、そうですね、ちょぼんと入れて、私は目印で、暗号を出します。うん、ただ柴田の場合は穂先で、そうだよね、大体多いのはやっぱり穂先のテンション。やっぱ僕は比較的オーバーアクションの部分、まあいろいろなパターンとしても動き変化を穂先で作る部分はやっぱり多いと思うんですけど、やっぱ高橋君的にはやっぱ糸付け的な部分のパターンでやって、まあ、あとはだからその今ちょっと綺麗に泳いでる、はい、この状態で、あとコースですね、コース取り、はいはい、ここも割と意識します。あ、これも今戻ってきて、おっとっと、何ですか、なんで、なんかおかしかったね、なんかおかしかったね、ですけど、ちょっと反応まで出る部分はなかったけど、まあやっぱり泳ぎ的な部分、重視する部分はで、まあこういうのまで引っかかってくる、うん、パターンっていうのはやっぱりこのパターンが一番よく釣れるという段階ではなくて、やっぱりその場その場に応じた釣り方ね、やっぱ必要な部分もあるかなと思いますね。それこそね、あの元気なうちはだって神、上流を、うん、私はやります。おお、だからまあこういう感じで釣れる極力は こういう感じで取りたいなと思います。やっぱりね、パターン的な部分、おとりの動き、やっぱり自然体に勝てる状況っていうのは多分ないと思うんですわ。ああ、そうですね、うん、やっぱりその部分の動きを優先してあげるパターンで、やっぱり釣れるときはやっぱそのパターンでやると、はい、今みたいにすぐ釣る。だから私が釣ってるというイメージよりもおとりが釣ってるそんなことはないよ。でもやっぱりそれをキープしてコース取りをすることによって人間が調整して、やっぱりあの自然体の状況の動きに勝るものはないっていうのは、やっぱそういうところだと僕は思います。僕も思いますけどね。やっぱここで島さんだったら、ちょっと穂先を使って、ね、引き上げるパターンを作られるんですけど、私の場合はその、はい、引っ張ってるというよりもむしろその糸付け分だけを竿でこうカバーしてる感じ。その分の付けだけでおとりがとりあえずここでこう、そうですね、で、こういう感じである程度は自力で泳がす、うん、やっぱりそれはこの角度をこう変えるもんなのか、はい、それともこう立てる方が今この場所が泳ぎやすいのかっていうのを微調整ですね。うん、やっぱり今泳いでますよね。そうだね。ただこれ私は竿先で攻めてる、あのこのエリアを攻めてるんじゃなくに、竿の角度だけで、うん、まあ、泳ぎを変化させて、うん、ポイントを泳がしてるっていう感じですね。うん、やっぱり最大限に小鳥の状態をいかに糸、竿操作で
カバーしながら泳がせる。まあね、あの基本的にはやっぱりこうホップを振ってる状態が一番かかりやすいんじゃないかなと思って、うん、そうだね、やっぱね死んだ状況のおとりではなかなかねのあゆって、ね、うん、やっぱり何なりでもこう振ってるおとりをいかにこう動かせる、動かして、のあゆを追わせるかっていうのはやっぱ必要かなと僕も思いますけどね。だから柴さんのシェイクっていうのはある意味あの噛んでる状態を意識されてると思うんでね、はい、やっぱりあれはものすごくあの今までにないパターンのそのおとりの泳ぎじゃないですか、うん、だからある意味本当画期的やなと思ってね。やっぱりまあこうまあね見てる状況のやっぱのあゆって静止しないもんね、こう止まってないもんね、こうすごい噛んでる状況で動きっていうのはやっぱ多く出てる部分、おとりにされた状況の天然アユ、特にまあおとりアユっていうのはそんなことしないもんね。そうですね。それをじゃあ好意的にやっていかにやっぱ、今いるのアユを反応させるかというと、まあああいう状況でもやっぱねチューブラーではやっぱ難しい。できないですね。うん。まあやっぱ高橋君的にはその毛の状況と部分でこう多少なりは動きも意識して。そうですね。でただ私の場合は逆に言えばそのかからない鮎をかけるパターンじゃなしに、うん、そのいかに人のやりにくいとこ、はいはいはい、今のこの石のこの横とかね、なかなか止めづらいような、例えばこの石の頭とかね、はい、こういったとこが非常に普段 の, かあの一般の方でちょっと見逃しやすい、うんうんうん、で正義になればこっちを、やっぱりそういう感じ、そうで、そういった感じの私はあの基本的な釣りなんで、うん、その辺がねちょっと志麻さんとのその私の場合はかかる鮎をどんどんもう簡単に釣っていく、釣っていくパターンの方の釣りなんで、志麻さんはだからあの難しい鮎まできっちり全部取っていくっていう、ええ、そのまあいかにまあ追わせるかという段階でもやっぱりああいうところもね一般の人特に見逃しやすい、見逃しやすいですね、あれとか攻めにくい、でもやっぱり、釣り方、おとりの沈め方止め方でああいう風に入れれればかかる、やっぱそういうところもやっぱねあゆ釣りされる人やっぱり注意してやってもらうと ね数も伸びてくるかなと思いますね。おー、今日はこのパターンかな、かけて、かけ、私はかけてないんですよ。そんなことはない、コース取りをしてやっぱりいかに、まあ、自分の思った場所で、止めるなり速度を変えるなり、振るなりっていうのはやっぱ大切、ただやっぱまあ泳がせてるっていうふうに高橋君言うけどやっぱり細かなコース取り、まあ、調整がね、やっぱり必要、うん、ただ泳がせれば釣れる、その自然な泳ぎをキープすれば釣れるというわけじゃなくてやっぱり細かな、やっぱその辺がやっぱ必要かなと思いますね。なってると思いますね。まあ、それはどこの風でも言えますけどね、うん、まあそれでこのコース取りって本当難しいんですけど、うん、あのおとりが今取れたとこなんですけどね、うん、これまああのこっから今上るか下がるかっていうこう微妙な時じゃないですか、うん、やっぱりなかなかその辺の部分ちょっとおとりの動きを見ながらという段階ね今。そうですね、うん、でこれあ今やっぱりちょっと下がり出すんですよ、うん、やっぱこの下がった分に関してはそれをちょっと優先しながら。そうですね、うん、でまあ極力あの石の頭のあの辺のね、まあ、飛びつきがいい品かなと、うん、まあ、うまい場合に探りながら、そうですね、今探りながらこうだんだんこうおとりがこう下がっていくみたいなね、まあ、このおとりに対してね、はい、うん、極力やっぱり無理かけたくないんですよね、穂先を曲げて沈めるとか言うんじゃなしにやっぱり元気なうちにこう綺麗な泳ぎでやっぱり下流に下がっていってもかけたいというのが、あの私の釣り方なんで、そういった感じでこれ今探ってるんです。やっぱりより反応する魚をね、はい、早く見つけたいというのがやっぱ高橋君の釣り方。そうですね、うん、まあ、この辺でもイツキがいれば本当もうすぐにすぐかかってもいい ね、うんうん、これ結構自然な感じでね本当流れに、うん、下がってるはずなんですけどね、うん、なかなか反応が出にくいかなって感じですね。やっぱねおとりに対してやっぱ反応がねやっぱだいぶ違ってくるからね。そうですね、うん、まあ、あえてこう差を煽ってね少し微妙でもやっぱ微妙な感じの、うん、微妙なシェイクです私はね、うん、なるほど、はい、
島田さんは割と速いシェイクですけど、私の場合はああいう感じでゆっくりした感じでこう、うまい具合に、はい、おお、いい集団ですね。うん、やっぱね、ずっと探ってくる分、やっぱこの時間も短かったと思うけど。なんか偉い光ってた。結構いいアイですね、うん。いいサイズ。まあ、開いた感じの、まあ、極力無理をしない、こう、流れに合わせて、こう、おとりと流れ合わせて、こう、釣っていくっていうパターンのね、それが自然じゃないかなと、本当いつも思うんですけど。やっぱりね、おとり次第でまた釣り方も、ポイントの探り方も、変えるっていう部分はやっぱ大切かなと思いますけどね。私の場合なんですけど、そのまあ名人戦この前やった時ね、はい、あれでもね、あの針選びがものすごく難しくて、14種類の中から、下見の段階で、そうです、14種類の中から針を3種類に絞ったんですよ。すごいね。で、うん、まあで、そのトロバはトロバの針、セワセの針っていうパターンでね、あのものすごく待ってて、まあ今回のこの巴でもそうだと思うんですよ、はい、で朝一、まあ、マイクロ X 使ったんですけど、これがバレて、うん、まあ、結局は一角が良かったかなと、ね、島さんにもらった一角が良かったかなと思って、ね、はい、あのだからいろんな針はね、あの種類を持つ方が私は絶対いいと思うんですよ。やっぱりまあその状況に対してのやっぱ合う合わないという部分に関してはやっぱりたくさんあれば、はいはい、ぴったり合ってくるのならもうそれで確実に取ってくるという段階はね、やっぱあると思うんですね、はい、あのだから鮎の大きさによって、まあ、例えばこの6号であったり 6.5、はい、ね、まあ、7号というふうに、まあ、あの号数違いでまたあのかかり方も変わってくるし、まだその大きい針やからよあのがっちり噛むんだけど、せやけど逆に泳がすにはちょっと重たいとか、それはやっぱりあるよ ね、特にやっぱ泳ぎに関してやっぱり大きさがかなり影響してくる、はい、ね、あると思いますからね。だからまああのね、そんなに針の種類をやっぱり持っていただいた方があのいいと思うんでね、あの本数はまああの今まで通りでもいいですけど、これだけ種類がやっぱりある方がいいと思います。そうですね。でもね、島さん、はい、島さんの釣りは聞いてると一角がメイン。そうですね、まあ、あの僕の釣りに関しては、まあ、基本的に、まあ、釣り方的な部分も、まあ、テンション、はい、使うという段階、はい、でその部分に関しての、まあ、釣り方からいくとストレートのタイプの針、はいはい、やっぱりストレートのタイプの針と刺さりがいいですよね、はいはい、いいという段階っていう部分に関してやっぱり僕は、まあ、常にストレートのタイプの針、はい、この部分からなおかつラインナップを凝縮した分に関しては今はしたはい、まあ、あのストレート的な部分の針先から、はい、まあ、形状としてはその懐の大きさが、まあ、両立しているかなという段階でですね、その針が、まあ、本当メインに使っている段階ですね。僕は逆にね、泳がせがメインで、そのかかってくる鮎でかかり鮎でこう針を食い込ませたいもんで、はい、極力ね、縛り型が好きなんですね。逆にストレート型ははっきり言って嫌いですよ、はい、だからそれがね、ただ後半になってくるとこれまた変わってくるんで、あのストレート型の方が案外うろこの形とかも変わってきますから、刺さり具合とかね、いい場面が出てきますけどね、だからその針もね、その初期、中期、後期とかやっぱり変わってくると思うんですよ。やっぱりその辺はある程度時期的な部分のラインナップは必要だかと思いますね、はい、水中映像なんですけどもね、ちょっとした流れのある平瀬だと思うんですけど。そうですね、平瀬、はい、まあ、トップハリスの、まあ、フロロ 1.2 号で、マイクロ X のね、少し、まあ、ウエイトのある針で、やっぱり流れのある部分に関してはね、はい、はい、ウエイトがあって、そうですね、やっぱり軽い針よりもこういうとこは少しウエイトのある針、うん、あんな感じで一発目の段階で一発の追いでね、本当かかるんです ね、うん、やっぱりその辺の部分に関してはやっぱ大切、こういう状況は浅い部分だとやっぱり今最初の段階でちょっとね、根がかりの部分がかりして、うん、やっぱりこういったとこはかかったんですけど、まあ、やっぱり軽い針の方が有効的、ね、やっぱり基本のバランスでね、やっぱ大切っていう部分はあると思いますね、はい、そうですね。これ僕の水中映像になるんですけど、はい、まあ、こういう少し流れの緩い場所に関しては僕的な部分に関してはハリスとしてはトップハリスフロロの1号、それに対して一角より軽いですね、一角ライトの、6号の、4本以下に使ってます。こういうとこは一角よりもやはり一角ライト、そうですね、やっぱりおとりの泳ぎとかの部分に関してやっぱり軽めの針という部分を重視する部分ね、あえた感じで、はい、今の一発ですね、はい、かかりますからね。でまあ、針先がねストレートだから今みたいにスカーンとこう一発で綺麗にかかる場合が多いですね。そうですね、やっぱりそういう部分は大切かなと思います。
やっぱ水中的な部分、まあ水深が少しあってですね、ちょっと押しがあるんですが、はい、ここの部分に関しては僕的な部分、ハリス的にはトップハリスウロールの 1.2 号に対して一角の 6.5 号の4本怒り、さっきの場所とはちょっと違ってですね、少しウエイトを出して、ちょっと固めのハリスという部分を使ってます。これはどういったフカトロみたいな感じですか？そうです ね、そんな感じ、そんな感じで見受けられますね、はい。まあ、バランスとしては僕的な部分、まあ針の、垂れ幅とですね、ハリスの部分のバランスは僕的な部分理想なんですけど、ちょっとまあハリスが長い分今追われてるんですけどかからないってことはちょっと長すぎたかもしれないですね。ああね、はい、もう少し短ければもっと早い段階で今の一番最初の部分に関してね、追ってきた時にかかったかなと思いますけど、水中の中っていうのはね、実際やっぱりどういう状況っていうのは ね、はい、これはでもまあ普段使われる大体仕掛けですか？そうですね、基本のバランスとして一角の、ね、はい、1.2 号とそうです ね、使ってる状況でもやっぱ水中の中っていうのはね、やっぱりいろいろなことやっぱり今ちょっと根がかっちゃってますけど、はい、やっぱりここはやっぱり針が重たいからやっぱああやって、それともストレート型っていうのはやっぱりちょっと根がかりしやすいとこ、ね、そういう特徴もありますんで ね、やっぱり石拾いやすいっていうのはやっぱありますね、ありますね。僕もそれがちょっとね嫌いで、あのシワリ型へどうしてもそういう針を使いますけど ね、うん、ね、その辺の部分をバランスよく、ね、使い分けてもらうと一発目のオイで、ね、乗せてくれるという部分あるかなと思いますね。そうそう、なかなか出てこないですね、うん、おとりがおでお、ね、やっぱりちょっとしたね、やっぱ、縄張りの部分、動きという部分でやっぱ追ってくれるとああやってかかってくれますね。これもまあこれも深取ろうみたいなやつとかですね。そうですね、ちょっと流れ的な部分、結構ハリス的な部分長く出てますけど、まあ今みたいな感じ で、ね、やっぱりおお背がかりだ、やっぱ針先の鋭いものに関してね、やっぱりね、よくかかるという部分はあると思うんで、こまめな、交換もやっぱ必要かなと思いますね。そうですね、やっぱり針交換が一番大切なんで、うん、もう絶えずこうね、そこを吸ってるんでね。そうですね、やっぱり針先もやっぱりね、生首ですね、ね、あると思うんで、はい、まあ、針交換ね、していただくとやっぱり今見たら1匹がすぐ取れるんでね、やっぱりね、やっぱりね、絶えず、縄張り内のね動きっていうのはやっぱこういうとこにおとりが来るという部分に関してはやっぱおとりのね動き的な部分がありますし、はい、やっぱ意識して、縄張り中に入ってくると今みたいな感じね、追ってくる部分があるんで、ちょっとしたポイントのズレでね、かかるかからないっていうのがやっぱ出てくるかなと思いますね。そしてまあ背の方入ってきましたけどね、ちょっと流れがねきつい部分がありますね。これまあ私の仕掛けなんです、はい、まあ、トップハリス 1.2 号ね、フローラの方 1.2 号と、マイクロ X の方ですね。やっぱり硬いハリスに対してやっぱ重い針、そうですね、やっぱり線に関してはやっぱりそのセオリーというかね、重い針を少し選ぶようにします、うん、まあスティングとかね、J トップとか、まあ私普段よく使うんですけど、はい、そういった針でもね、あの十分対応できると思うんですけど、まあ基本的にはそこの鮎の大きさに対して、無理のないような針のね、上となる針っていう感じで選んでます、うん、やっぱりね、こんだけ流れがあると、まあ針の位置的な部分に関してはやっぱり軽いと浮いちゃう部分、ね、少しウエイトがあるとな、ね、やっぱり一発の追いで今みたいな状況でかけれるかなという部分ですね、ありますね。でね、あの背の場合は結構こう追うっていうよりもこう下にくぐることが結構多いんで、やっぱりウエイト、そうです、やっぱりね、針がやっぱり少し重くないと、うん、簡単に蹴られてしまうっていうことがよくあるんでね、やっぱりね、こういう風でおとり見てもらうと、まあ針の状況的な部分からハリスの ね、部分に関してやっぱりね、垂れ幅から硬さからによってやっぱなかなかね見えることがないんですけど、やっぱりこう水中的な部分を見るとかなり、針とか、ハリスっていうのはやっぱ影響してくるっていうのはあるかなと思いますね。あのハリスなんですけどね、はい、あの私の場合はまあフロロばっかり使うんですけれども、やはりこのレギュラーにしてしまうと、こういったところでもどうしても鮎がどうしても止まるんでね、はい、こういった時に根がかりとかしやすいんでね、うん、その辺のやっぱ使い分けっていうのが難しく、本当難しいですね、うん、トロバーはやっぱりね、レギュラーとかの方がいいんですけど、はい、絡みが良くて、はい、やっぱりこうレギュラーの柔らかさゆえのやっぱり絡みっていうのはやっぱり重要視される部分はあるかなと思いますね。そうですね、これだって本当にかかりそうだけどね。そうですね、もう意識してる状況からね、おとりも泳いでる部分かなりアピールしてると思うんですけど ね、いい感じの動きで追ってる状況なんですけど、
なかなかもうかかってもおかしくないですよ ね、 これ意外と多分針軽いと思います、うん、やっぱりこういう流れの強いところがやっぱりウエイトのある針という部分に関してやっぱり、ね、そうなんですよ。これね多分ねマイクロ X 使ってるんですけど、はい、これよりももっと重い針っていうパターンがねこれこの映像を見る限りね合ってるかなっていう考えられますね、うん、本当にこればっかりはね、釣り上からしてるのと水中と本当にねいろんなドラマが繰り広げられてるんで難しいですけどね。やっぱりねポイントの部分に関しても今はここを探ってたけどすぐ変わるとやっぱりね場所がちょっと変わることによっての流れっていう部分に関してやっぱ変わると思いますからね。はい、あえて簡単に上とのある針をねドンピシャで合えばこうやってすぐにね乗せれるという部分に関しては、ね、ここなんかかなり竿抜け状況のポイントで、そうですね、あれですね。これ島さんのあの浅場のとこだと思うんですけど、はい、やっぱりねこの段差からやりにくいところ、やりにくいところ、ね、おとりも止めにくいところ、止めにくいところ、はい、ここでいかに止めるかという部分に関してはやっぱ重要される部分ねあると思いますし、やっぱり動き的な部分もなかなか ねあれだと思うんですけど、でもやっぱりソリッドだからこう徐々に上がっていくんですよね。やっぱりねその辺の部分に関してはやっぱ柔らかい部分に関してはいいかなと思いますけど、いますよ、はい、やっぱりね追ってくるんでしょうけどやっぱりなかなかその辺がタイミングで、おお、ちょっと上浮いた時にはねちょっとやっぱ針的な部分下がりが悪かったですけど、はい、そこに安定した時は今確実に乗ってきた部分はありますから ねこれちょっとやっぱ流れの速いかなり速いところだと思いますけどね。そうですね、はい、こういうところもやっぱ針巣という部分に関してやっぱ重要視される部分はあるかなと思いますし、ね、やっぱよく追われてる状況も出てるんでね、はい、すごいこと出ますよ ね、 そうね、あっちもこっちも、はい、どこでかかってもおかしくないからね、本当一瞬の段階の一瞬の動きから、まあ、針先的な部分はやっぱかなり重要視される部分あるかなと思います。そうですね。そしてまあこの背の中なんですけども少しちょっとまあ水深のある方、そうですね、そこ行きましたけどね、はい、まあ、これマイクロ X なんです。はい、まあ、そのままの仕掛けでずっとこう行くんですけど、やっぱり当然川の中ね、凹凸ありますから、はい、こういったとこへやってるんですけどね、少しちょっと針がやっぱり重い分垂れるかなという感じです、はい、ただね、これにもでも私いいなと思う点がやはり針先がストレートなんで、はい、それの方がね、一発でかかる気がして、まあこれ自信を持ってねやってるんですね、うん、やっぱりね追ってくる段階からやっぱりねそのタイミングという部分に関してやっぱ針先の鋭さ、はい、ってのがやっぱかなり重要視されますからね。そうですね、はい、やっぱちょっと層的な部分上に入るとやっぱノアイがちょっと意識してる部分あると思うんで、ね、アクションかけると、はい、もういつ本当下に入ってもおかしくないんだけど ねその辺の部分に関してやっぱり背掛かりをキープするにはやっぱり確実にね追って後下に回ってくれる部分が必要かなと思います ね今背掛かりでかかるタイミングやったけどね、ね、今のは、ね、はい、おう、こんな感じでね針先が鋭いという部分に関しては口掛かりでも確実に取れるという部分は、そうですね、はい、そしてまあ昼から、はい、ね、うん、この背の方に入られたんですけど、うん、やっぱね流れがあるという部分、まあ、攻めづらいという部分はね、攻めづらいですよこれ浅いんでね、そうそう、でやっぱこの流れ見てもらうとね、はい、うん、やっぱなかなか入れづらいというところはかなりあるかなと思うけど、これでもやっぱりあゆのたまる場所とか、はい、そういったところがあるんですよね。やっぱり流れの中でもねやっぱ川底の形状によっては、はいはい、溜まってる溜まってないところっていうのがやっぱあると思うし、はい、これで水深今20センチないぐらいですか。そうです ねそんな感じ、川底見えますから ねこういうとこはやっぱりソリッドがやっぱり強いかなって私、うん、いつも思うんですよ。そう、やっぱ僕的な部分この時の仕掛けは金属ラインにソリッド、はい、という段階に関してやっぱ穂先の柔軟性、はい、とやっぱ金属の水切れの良さ、はいはい、やっぱりおとりをいかに、その場所で留めてやっぱポイントを探っていくという段階の釣り方を基本にした、部分ですね。もうでも徐々にこう引っ張ったり緩めたりの感じでこう探り探りでやられてるんですよね、うん、やっぱりね大きくずらすという部分に関してやっぱおとりの、安定感もやっぱだいぶ変わってくると思うし、はい、その辺の部分でやっぱ、操作的な部分は、細かく、丁寧にっていう部分が一つの、はい、探り方かなと思いますけどね。やっぱりチューブラーっていうのはねものすごくこういうところはやっぱり攻めにくいですよね。やっぱりね感度という部分と、穂先の張り具合っていうのはやっぱね、はい、違う部分、これもう本当
落ちる部分、難しいとこですよね、うん、でもやっぱり今かかる部分に関してはやっぱね、竿抜けになりやすいっていう部分もやっぱああいうところにも一つあるかなとは思うんでね、はい、また難しいところ、そう意外とこうねじ込めるんですね、これやっぱり穂先のやっぱ硬い柔らかいでやっぱだいぶ違うみたいね、はい、うん、ねじ込めるという意味で言えばね、チューブラの方がやりやすいと思うんですよ、はい、ただしやっぱりそこでこういろんなアクションをかけるとか、うん、上下運動を指すとかいったことはやっぱりねちょっと不可能になってくるかなって、やっぱり硬さゆえの部分はやっぱ、ね、出てきますね、はい、うん、まあメリットと当然デメリット出てきますんでね、はい、やっぱそれをどうポイントに合わせてうまく使うかっていう部分はやっぱ大切かなとは思いますしね、はい、今これヘッジギリギリまでもう本当ね20センチとかですねこれね、はい、もう手前草見えてる、そうそう、でかかるんですよねやっぱね、すごいな、でこれやっぱり取り込みもやっぱりね今も背中にこうね極力流れを受けて感じで、やっぱり、手返しの部分に関してもね、おとり変えにくいんでね、そうですね、うん、やっぱおとりが変わるともう僕的な部分、糸の角度、まあ、場所によってはまあ普通なら竿を寝かした状況なんと思うんですけど、目印の角度もやっぱりちょっと立てた状況で、はい、立ってますね、はい、ちょっとテンションをかけるという部分、こういう場所でもやっぱね穂先の柔軟性から音の動きを強調して攻めているという段階、チューブラでこのぐらい立てるともう流されて次のねあの下流 の, あのゆっくり休めるところへこう移動するという感じになってしまいますからね、うん、やっぱりね、その辺の部分のテンションの、かけ方、つけ方でやっぱり、はい、追ってくれるという部分が、さらなる一匹をという部分はやっぱこういう風でですねテンションのかけ具合でまたかかるという部分が出てくるので、はい、やっぱりこうゆっくりこう攻めてるって感じですね、ね、やっぱりこう、うん、ポイントをね、徐々にという段階は、はい、僕たちの攻め方ももっと早くてバババッとこう抑えてしまう感じですけど、ね、本当ここだと本当ね止めづらいところだと思うんですよね、お、うん、やっぱこういうところにはやっぱ追いのいいやつがね、はい、さすがって感じですね、いいそんなことない、こうまあ流れを背に受けて、まあ、こういう取り込みが本当大事ですよね、そうですね、一歩も下がらず、うん、でだいたい一匹かけるとこういいとこへこう下がってしまいたくなるんですけど、はい、やっぱり次のね早いこと一匹かけようと思うとこういう取り込みが大切になってきますね、うん、そうですね、さあ私もやってますけど、まあ、私はまあ無難なところというか、はい、開きのね、やりにくいところよりもちょっと落ちた、まあ、やりやすい一般的なところをやってますけどね、やっぱりね流れがあるという部分に関してはボトリも安定しづらい部分がね、そうですね、多いと思うもんで、できるだけ、まあね、これ本当私のまあ踊りなんですけど、まあ、はっきり言ってあんま落ち着いてないんですよこれね、だからノアユもあんまりあれ後ろもおお、まあ、くっついてきましたけど、はい、まあ追ってるっていう係じゃないですね、やっぱこういう流れの速いところに関してやっぱり止めづらいというところがね、やっぱ特にあると思うので、でもやっぱ追ってますね、かかったけども本当ワンチャンスのこうスッとこう緩めた瞬間にかかるっていうね、本当ねピンポイントになってくるとねなかなか難しいかなと思いますね、はい、ああいう姿勢はやっぱり極力まあチューブラの場合は竿先を曲げないっていうのを私は意識してるんでね、でこれね金属糸に張り替えたんです、やっぱり泳がせの部分に関してやっぱ背になるとやっぱ金属、そうです、うん、で今もね見てたらおとりが落ち着いてないということで、うん、まあ、この SR48 の方にね、はい、変えてみたんです、それでまあ今島さんと同じようなちょっと早いところね、はい、できるかなとやるんです、ちょっとおとりが落ち着きましたね、そうですね、やっぱ本当ピンポイントの状況でね、はい、やっぱノアイも動きがすごい大きいと思うので、やっぱここで留めてなきゃいけないという部分ね、うん、あると思うんで、ただこれなんですよ、ずっとここから動かないんですよ金属糸の悪いとこは、うん、だからここで何かのアクションをかけないとノアイがやっぱ反応しないっていうね、本当、うん、今ねちょっと動いた部分に関してやっぱ意識してますもん ね、はい、ちょっとまあパンパンとアクションをかけるんですけど、なかなかその辺の部分こんな感じ、もう、うん、なかなか踊りがね綺麗に泳がないんです、難しくて、うん、追ってるんですけど、ちょっと意識して、
まあでもこうやって見ると大きな違いがありますね、やっぱり。そうですね、やっぱりその辺の部分に関してやっぱポイントとか攻め方とかの部分に関してやっぱね、やっぱ違いも出てくる、はい、やっぱ場所場所によってのやっぱ攻め方をそれなりに合わせてするという部分も一つ の手かなと思いますね。そうですね、まあそして私の単線と違って、まあ複合ラインの方はどうしても浮力の方があります、はい、ありますからね、うん、泳がせもどっちも効くっていう感じで島さんの場合はできるんで、うん、有利かもしれませんね。そうですね、あと今度はちょっと橋の上から、はい、ここちょっと石が大きくて水深がある部分の場所ですね。水深ありますね、結構腰以上ありましたかね。うん、でこの、まあ、石の横のね、なかなか止めづらいとこ。そうですね、まあ、同じとこやってるんですよね、2台のとこをね、はい、やっぱりそういうとこの残りがいるかなという感じでやってますけどね。やっぱ竿抜けであり老いのきつさっていう部分に関してはやっぱこういうところがやっぱね、はい、一つのポイントかなと思いますね。まあ、そして、まあ、石裏、はい、で難しいんですよね、こういう石裏に限り言えば。お、今も追われてたのね。ああいう石裏に限りで言えばやっぱりナイロンの方が絶対有利ですし、まあせこいとこやりますよ。でもやっぱり釣れる、やっぱ大きかったじゃないですか。大きいですね。ねえ、やっぱりああいう22ぐらいあったんじゃないですかね。サゴリズ反対に渡って、はいはい、ね、右岸からこの逆の差が、やっぱ全体をポイントと見るとしてはやっぱりね、はい、立ち位置を変えてやっぱ攻める場所も変えるというか、はい、もう本当実は逆なんですよ。これ今かけた場所がなんとね、本当絞り込みの部位になってるね。まあね、ちょっとやったんですけど、はい、どうでした？まあ、朝一神、神ね、やっぱり、いやでもやっぱ時間的な部分とあれとでやっぱりどちらかというとナイロン、やっぱり反応が早く、はい、そうです ね、私も不満が当たって、はい、バラバラっと分かったんで、まあ紙のやっぱりトロバとかに関してはやっぱりナイロンの方がちょっと有利やったかなという気がするんですけど ね、 そうですね、やっぱりその動き的な部分、自然な状況の動きの方がやっぱり反応が早かった、はい、ところがね、この背に入る雑草やっぱり複合の金属、意外とソリッドで、やっぱその辺の部分はやっぱこう確実にそこに入るっていうのがやっぱり第一条件かなっていうのは思いますね。うん、まあ遠のみの基本中の基本ですけどね、そこに入るっていうのは。そうですね、まあ、ナイロンでやりましたけど、私もね、やっぱり角度がね、腰が結構速い、うん、まあね、175で沈めるには、ちょっとね、きつかったかなと。やっぱりその分の抵抗がやっぱりね、やっぱこう、まあ、魚のやっぱね、そんなに大きくないけど、どうしてもそれに負けると、ね、息気味になるっていうのはやっぱあるかなと思いますね。今ね、ちょっと金属貼ってみようと思って、はい、で同じ位置貼ってもあれなんで、金属をちょっと貼ったんですよ。うん、だから今度ね、沈むんですけど、なんか沈みすぎたみたいなんで、やっぱりポイント、範囲がね、狭い感じするんですね。動き範囲がね。はい、だから、まあ、重りつけたりとか、ちょっといろいろやってみたんですけど、はい、やっぱり、こういったところには、そうですね、ですね、やっぱり、まあ、やっぱポイント的な部分から、まあ、やっぱりそれに合った仕掛け、はい、やっぱり基本の仕掛けもやっぱり、を、重視しながら、まあ、それに応用を効かせていく方がいいかなというのも思いますよね。まあ、流れによってライン選びは必要ですよっていう感じ、ね、そうですね、やっぱりその場所場所、はい、やっぱり仕掛けを変えるっていうのが一つかなと思いますね。流れの緩やかなトロバからセカタ、流れが速い瀬という基本的なポイントを攻めた2人の先鋭テクニックでスキルアップは間違いない。年々進化する完全仕掛けで友釣りは難しくない。